グローニスラフ・ブラジスラボビッチ・カミンスキーは、ソビエト連邦、ナチス・ドイツの軍人かつ民兵組織の指導者。ロシア革命に伴う内戦で赤軍の兵士として参加した後、第二次世界大戦では、親ドイツ派の自警組織から発展し、武装親衛隊の一部隊になった、ロシア国民解放軍の指揮官を務めた。最終階級は、親衛隊少将、カミンスキーは、 ロシア帝国のビテプスク県で、ポーランド人の父親とドイツ人の母親の間に生まれた。その後、サンクトペテルブルクの専門大学で理工学を学んでいた頃、ロシア革命に伴う内戦が発生し、赤軍側に参加。終戦後は大学に復学し、卒業後は化学工場で働く。だが、大粛清の最中の1937年に、 反革命主義者グループに属したとして逮捕され、ベラルーシュの近くのブリャンスクにある労働収容所に収容され、科学プラントで上流の仕事に従事した。最終的に1941年に刑務所から釈放され、ブリャンスク近くのスモレンスク州ロコトに送られた。このことが彼を反共主義へと走らせる要因となったと考えられる。ドイツ軍がバルバロッサ作戦により、 当時カミンスキーが滞在していたブリアンスクを戦その頃、町では近郊の森林を拠点に、周辺の町や村に襲撃を繰り返していた赤軍パルチザンに悩まされており、町をパルチザンから守るため、ボスコボイニクと共に志願者を募集し、親ドイツ派住民による自警組織を結成した。当初数千人で組織された自警組織は、すぐに約1万人に増加した。 時系組織が結成された直後、ブリアンスクの町は取り決めによって、ドイツ軍から自治権を与えられた。そして私企業の設置が認められ、集団農場が廃止されるに至って、町には、反共産主義のロシア人やベラルーシ人が移り住んできた。1942年1月8日に、ボスコボイニクがパルチザンに対する任務中に殺された後、カミンスキーは、ボスコボイニクの公認として、 時系組織の指導者及び町の代表者になった。カミンスキーは時系組織にロシア国民解放軍という公式名称をつけ、さらに、この頃、解放軍はパルチザン総統任務等を行っていたが、反共産主義者のカミンスキーはパルチザンに対して徹底した態度で臨んでおり、ドイツ軍の連絡要員は解放軍本部の外に設けられた公主台にぶら下がっている遺体を見たことを本部に、 報告している。その後、ドイツ軍がツイタデレ作戦に失敗した頃、ソビエト連邦政府が、御社等の条件をちらつかせて構成員の脱走を促したため、解放軍は多数の脱走者が発生して崩壊しかけたが、カミンスキーは断固として拒否し、強引な手段を持って崩壊を防いだ。ドイツ警察士団の士官と話し合うカミンスキー、解放軍は1944年初頭に、 戦力低下のため広報地域へ移動し、ベラルーシ人を主とする補充を受けた上で、武装親衛隊に加えられ、カミンスキーは親衛隊少将に任命された。武装親衛隊に加えられた解放軍は、1944年6月にカミンスキー特務旅団の名称を与えられるが、直後に SS 武装突撃旅団ロナに変更される。1944年8月には、 第 29SS 武装的弾兵士団に昇格し、カミンスキーは、師団長になる。1944年8月のアルシャワ放棄では、ヒムラーの要請により、約1700人の鎮圧部隊を率いて参加したが、本来の鎮圧を目的とした戦闘は行わず、もっぱら略奪と非戦闘員に対する虐殺や、不助暴行に終止した。1944年8月28日、 カミンスキーは、リッツマンシュタットにおける会議のために車で移動中、機関銃で殺害された。なお、カミンスキーの死に関しては、指揮下の部隊の度重なる軍機犯や、カミンスキーがドイツ本国へ送る略奪品の横領を行っていることを知った、新衛隊本部がカミンスキーを会議と称して呼び出し、その移動中において暗殺したとも言われている。親衛隊本部は、 カミンスキーの死をパルチザンの襲撃によるものだと発表した。カミンスキーが殺害された直後に第 29SS 武装的弾兵士団は解散され、残った士団の構成員は第600不評士団に編入された。ありがとうございます。